自分は一般人10人だったらどっち？え、全然一般人10人だよ。え、なんか逆にそれ以外の選択肢選ぶ人っているのかな？全然自分だけど、死にたくないし、捕まると死にたくないんで、マジで。はい。飼育員50人と坂本。え、全然坂本を選ぶ。坂本を残します。だって坂本は死にたくないし。全然、やだ。そりゃそうでしょう。だから、もし世界が危機に瀕した時に、坂本の代わりに死んでくれる人50人募集してます。よろしくお願いします。ぜひとも、坂本の身代わりになってください。お願いします。みんなそんな、怒んない、ほら、おっぱい売ってるよ、おっぱい。今、おっぱい販売中です。よかったら、その、坂本のおっぱいで、機嫌を直してください、これ、ほら。5500円で販売中です。よろしくお願いします。ホロライブメンバー全員と自分だったら、全然自分守る。全然自分守るけどな。いや、それが誰であろうが、自分守るな。なんでもだよ、なんでも。全然自分ですけど。もう関係ないね。死にたくないって言ってるじゃん。死にたくないんですよ、何よりも。そこが優先なんで。シオン先輩、いや、ちょっとすいませんって言って。すいません。すいません。ちょっと、ね。一生押しますって言って。一生、お空でも押してるんで。って言って。全然自分選ぶよ。関係ない。で、ね、生きていきたいもん、無限に。愛はそこまでだったか。いや、それそうだよ。だってさ、自分が生きてなきゃ押せないわけだし、そもそもね、そもそもら。で、多分だけど、坂本は、自分が死ぬっていう選択肢が一番重たいわけ。何においても。もう、どんなものと変えようが、自分は死にたくないね。って感じ。だから、なんだろう、世界の8割滅亡しますよ、坂本が生きる代わりにって言っても、あ、全然全然って。あ、全然全然大丈夫ですって。逆にみんな死ねる？それで。無理くない？全然いいっすよって。どうぞ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 。魔王。あ、坂本だった。最終的に魔王は。坂本の命の方が重たい。いやー、絶対自分の方が重たいからみんなちょっと冷静になれ。現実を見ろ。自分の命がいかに尊いか思い出せ。ダメだよ。